っていきまーす。意外とうまそうでしょ。マジできつい、マジできつい。よくまとめた。クマが来てる。クマ殺してく。ナイス。俺卵悪くないよ。俺らららららおら無慈悲すぎん。ちょ待って、兄やばいわ。敵を倒しました。ディフィート。さっきの試合最初ボコってたイメージだけど、なんで負けたの。あ、俺もわからない、なんで負けたんや。さっきなんでかわからない。これがおもろいところ。ロルの8年やってたもん。なんで負けたかわかんないんだから。なんで負けた今の試合。俺そろそろマジで野草したい。そろそろ俺に野草させてくんねえか。俺のメインチャンプがいるんだよ。みんなにもメインチャンプいるでしょ。このキャラ楽しいなっていう、このキャラ強いなっていう、このキャラならキャリーできんなっていう、まあ、日本を代表したキャラなんで。この日本サーバーが開いた時にユーザー全員に配られたんだよ野草。それでなんかやらないってどういうことって俺は思う。みんなに言いたかったけど、メッセージ受け取ってないよね、ライアットからの。頼むぜ。タカさんも大好きだから、ヤスオは。なんか死んだけど。おぼくんはどんどん上手くなっていくよ。モチベーションがあるもん。カスタムに出るっていう。俺ももともとそうだった。俺も NA の時にチームランクっていう5人でやるモードがあって、でそこで活躍したかったから頑張ってたね。もともと俺がランクを頑張ろうと思ってたのが、バトルフィールドっていうゲームやってて、クランだったんだよ。で、クランでやってて、で、ロルを布教する人がその中で出てきて、クランが二分化したの。バトルフィールドやる人と、ロルやる人。で、俺はロルやる方だったのね。身内でずっと楽しんでたんだけど、学ぶ人がいなかったの、俺たちのクランには。だから、他のクランと、クラン戦してみるっつって。お願いします、クラン戦してくださいってやったら、ボッコボコにされて、ブチボコにされたの。このゲーム、敵倒すゲームじゃないんですか？で、うまくなった。サモナーズリフトへようこそ。で、うまくなった、ちょっと待って。俺、うまいからね、ロルは。俺、ロルはうまいです。だって俺、NA の時に、NA のダイヤ5って本当にすごいの。マジ一握り。日本人で、NA のダイヤに行った人って、マジ本当に少しなの。俺、行ったのね。NA のダイヤに。で、俺は日本サーバー来たと同時に、俺、このゲームうまいから、プロゲーマーになろうと思ったの。で、日本サーバーでソロキュー始まりました。で、頑張ってソロキューやってやってやって、あー、お前 NA でダイヤ5だったやつ、あー、お前ダイヤなったんだ。そうなんだ。あ、じゃあ俺ももうちょっとで行くね。あ、お前もなったの。あー、そうだ、いや、いけるよね。ダイヤ5、NA でダイヤ5だったら、まあ、日本サーバーとか余裕よね。俺ももうちょっと行くわ。2年後。ならない、俺。ずっとダイヤモンド。ずーっとならない。 NA で、ダイヤモンドだった人って、マジで端から端までチャレンジャー行ったの。本当に端から端まで。抜けることなく全員行ったのね。俺、一生スタック。行ったとしてもダイヤモンド5。置いてかれちゃって。え？これが現実？マジでセミプロになろうとしてたよ、このゲーム。本当に。まずはセミプロからキャリアを積んで、行ったろうかなっていう。 e スポーツの世界。今からでもチャレ目指さないかっていうか、そうですね、目指しています。見てくれたかな私のヤスオ、急フラッシュイグナイト。そんなよ、おい、これうまみうまみ、ナイス。あれが、これほんとネタじゃなく、フォーカスされて、味方がキルを取るいいシーン。ブリッジじゃなくて ADC が狙われてたでしょ。めちゃめちゃ。死んでもぶっちゃけめちゃめちゃ仕事はできてたんだけど、生き残ったから、めっちゃうまい。
マジでなんで釈迦さんやっそ好きなんだ。意味わかんねえや。マジで意味がわかんない。何があったの。ずーっと俺の配信来るたびによそよそよそ言うんだの。あのこのジャンプは完成されてるよ。嘘ついた。完成は。破れ馬俺。よく反応したな。怖いなこれ。それお前らやっちゃったな。守れないもんな。美味しいねトランドル。やろうぜ。敵を倒しました。はい。じゃーん。で余裕あったら敵のこの鳥とかも取っちゃっていいから。こういうのめっちゃ大切よ。このプレイめっちゃ大切。これ自分が育つってだけじゃなくて敵が育たないんだよ。2倍差がつくからね。来い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 。ごめん届かんかった。途中だ。オッケー。壁張って、はい、はあ届かんか。でミッド割ったらその後ミッドにいても意味がないから、自分が勝ってるってことじゃん。その分のお金を他のレーンに還元してあげる。うまい、うまい。リスターの W 相手遠くに飛ばしちゃうんだけど、どうしたらいいですか。どうしたらいいですかって難しいな。ダーン。安らぎが欲しく。ホテルじゃないか。ダーン。わかるでしょ。アリスター使ってるわかるでしょ。俺の言ってる意味が。ダーン。いやマジで体の中にリズムを染み込ませること本当に大切です。あーごめん反応できなかった。アリスターの W 級って距離によって変わるんだよ。タッターンの時もあるし、タッターンの時もあるし、タタンの時もあるから、これ本当に本当にタッターン、タッターン、タッターンの時、これ3パターン。味方がタワーを破壊しました。それを体に染み込ませないといけない。そしたらとっさに出ないから。タカキン TV なんかテクニカルなキャラ好きだから、ヤスオとかやってくれるんじゃない。やりそう普通に。ヤスオお坊さんと一緒のチームになって、お坊さんに教えといたからマルファイト。お坊さんに打ち上げてもらって R するだけでシャカキン TV が活躍できるルートが俺作っといたから、構築しといたそのルート。お坊さんはマルザハルにメロメロだよ。すごくね。そういうこと。ゼドからマルザハラあったの。多分マルザハラでボコボコにされたでしょ。そういうゲームだからな。確かにまたボドさん切れそうだな。俺が見てたきゃボドさんもう切れてたよ。1試合目か2試合目だけ見たんだけど、もうボドさん切れてたよ。なんかボドさんマジででもなんかロリやんなくてよかったよね。しょっぱなからロル出身とかだったら多分もう今ゲームできる関係ないと思うんだよね。入ってると思う。無所に。スタミジャパン YouTube をレッツ。一人しかいない野草がいない、集団戦は危ない。ブリッツバカバカにされてるけど、ここから集団戦が出ると思うから入ってくれ、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 入ってくれ。4対5でもリソース入ってる。頼む、プリーズ。オンウルトない。勝てるよ、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 勝てるよ。打ち上げてくれれば行く。打ち上げてくれたら行く。頼む、行ってくれ。ナイス。ゆっくり。ストップウォッチ。ゆっくりでいい。ゆっくりでいいよ。
ベイビー、トリポナイスちょっと、ちょっと、ぎこちなかったの入ったけど、まあいいや。いやサモナーが退場しました。ナイス。若干の汗だけど、まあいいでしょ。いいよジジ。グッドゲームメインチャンプでしか。メインチャンプでした。なんだあの鳥とかいうキャラ。クソ弱え。侍の時代だ。侍使ってりゃ勝てる。